皆さんこんにちは、サルです。皆さん今年はもうふるさと納税で何を購入されましたか？まだ購入されてない、もしくは知らないという方はね、12月末までがチャンスですので、この動画を参考にしていただければと思います。ふるさと納税を極めて簡単に言えば、2000円でいろんなものが買えるという仕組みです。正確なことはふるさと納税のホームページを見ていただくとして、私はあくまで個人の感じ方として話します。今映っているようなもの、本当に様々なものがありますが、これらがですね、自己負担額2000円で買えるということなんですね。ふるさと納税の仕組みはもう少し詳しく言うと、本来自分が住んでいる自治体に払うべき税金を別の自治体に納めることで、その自治体からお礼の品がもらえるという、こういう仕組みです。年末はふるさと納税の時期です。皆さんはもう購入されましたか？今回はまだ購入されてない方のために、ふるさと納税の仕組みや購入方法をまとめてみます。私もまだ買ったことないんだよね。なんか難しそうだし。詳しい仕組みなどはホームページの説明を読んでいただくとして、今回私は個人的に感じたことをご紹介します。私にとってふるさと納税は単純に2000円で高価なキャンプ用品が買えるチャンスです。数千円から数万円のキャンプギアも2000円で買えるので超お得です。だったら高いもの買った方が得じゃん。その通りだけど、上限額が決まっているから、それを超えると自己負担になって2000円では買えなくなるんです。上限額はいくらなの？それはあなたが来年払う予定の税金の金額で決まるので、今年の収入や家族構成など人によって違います。なんだ、やっぱ面倒くさそうね。確かに面倒くさいです。だったら今回あえて面倒くさい部分から説明しますので、それを聞いてやれそうだったら挑戦してみればいいかも。その前に、毎年確定申告をやってる人は、どっちにせよ1月から3月の間に面倒くさい行事があると思うので、ふるさと納税が原因で面倒くささが増えるわけでもないので、ここではそういう人たちは除外して説明します。私は確定申告が必要かどうか、どうやって判断すればいいの？そういう人はふるさと納税はやめておきましょう。税務署に電話で質問したらいいんだけど、それ自体結構面倒なのであまりおすすめしません。したがって今回は確定申告を普段やってなくて、来年もする必要がない人を想定して話します。まず準備しないといけないのが、最新の源泉徴収票、マイナンバーカードです。それからさとふるというサイトにアカウントを作ってログインしておくことも必要です。さとふるで源泉徴収票を見ながら数字を4つぐらい入力すれば自動的に上限額がわかります。あとは上限額に収まるように欲しいものを5つまでに絞って選んでポチりましょう。欲しいものは5つまでしか買えないの？1杯あったらどうしよう。5つ超えてもいいんだけど、そうすると確定申告しなきゃならなくなるから、さらに面倒くさくなるというだけです。ちなみに5つというのはもらう返礼品の数ではなく、ポチった自治体の数ですが、まあそういう些細なことは置いておいて、大事なのはポチった後で税金の手続きをすることです。この手続きをしなければ全額自己負担になるので注意です。手続き方法はいろいろあるみたいだけど、猿の場合は書類をプリンターで印刷して手書きで必要事項を記入して自治体に切手を貼って郵便で送ってます。郵便で送らなくてもオンライン申請できる場合もあるけど、できない場合も結構あって、できるかどうか調べるのが何よりも面倒くさいので、猿の場合は最初から全部郵便で送ることに決めています。申請書類も共通なので、まとめてプリントしておけば、あとは書き込んで送るだけなので、慣れたらその方が楽です。けれど家にプリンターない場合はどうすればいいのかな？どうにもできません。そういうのを自分で解決できない人はどんどん面倒くさい作業が増えるから、やめておきましょう。オンラインでワンストップ申請できるから楽ちんだって聞いたんだけど、違うの？確かに自治体がオンライン申請に対応してて、あなたがマイナンバーカードを読み取れるスマホを使ってればできると思うけど、例えば今年猿がランタンを買うためにふるさと納税した埼玉県の自治体は、オンライン申請を受け付けてなかったので必然的に郵便で送るしかありませんでした。そうなんだ。じゃあ何のためにオンライン申請ってあるのかな？納税者にとってはオンライン申請の方が楽だから広がればいいな。
ってことじゃないかと思うけど、現実にはあまり広がっていないように感じます。やっぱり面倒くさそうだからやめとこっかな。私もあなたと話すの面倒くさくなってきたから、あなたはやめといた方がいいでしょう。ということで、ようやく面倒くさい相手がいなくなったので、ここからは先日届いたランタンをレビューします。何にせよこんな大きなものが届きましたね。これは一体。いやー、なんかまあ、あれですね。やっぱり、ちょっと、かなり嬉しいですね。はい。プレゼント的なね、こういう箱に入って届くと、いい年下おっさんでもね、やっぱり嬉しいものは嬉しいですね。焚き火屋、ズダ袋。名前がいいよね。ズダ袋っていうね。ご使用前に外側に防水スプレーを塗布すると汚れがつきにくくなります。だそうです。坂本昌司日本製と。おー、かっこいいね、これ。なんかイケてるよね。メイドインジャパンでボンファイヤー。オガノベースっていうの？なんかね、やっぱりこう。自分でね、なかなか買わないのでね、こういうの。年に一回の特別感があります。かっこいい。なんかね、手触りがいいよね。この、いかにも、帆布。このね、綿のね、太い糸のね、キャンバス生地の帆布。帆布というね、言えてないけど、これいいよね。まあ、ランタン用にね、こういう円筒状のね、ものが入るような、底もね、丸い形をしてます。で、ここがあれだね、こうくるくるっと巻くのかな、巻いて閉じてねっていうね。まあ、おそらくそんな感じですね。いやー、いい作りですね。ランタンなんでね、やっぱり雰囲気が大事なので、こういうケースはあった方がいいですよね。ここにね、ちょっとしたループもついてます。そして、これが、はい。フィアハンドね、ジンク、ベイビースペシャル276ですね。まあね、まあ一般的な大きさのサイズのオイルランタンです。はい、こうなってますね。じゃあ早速開封します。なんかこうやっぱりワクワクするよね。なんだろうね、年末って、年末じゃないけどね、まだ。年末に近づくと、こういうプレゼントみたいなものがね、届いて開けるのってワクワクしますね。はい。いいですね。フィアハンドってこうなんですよね。この袋にね、入ってるんですよね。この紙袋がね、好きな人結構いるよね。フィアハンドのランタン。なんかいいよね。焼き芋を買ったら入ってくるね。袋に入れて売ってくれるっていうね。なんかあの感じが。すごくいいですよね。おー、この目に入った瞬間がね、やっぱり嬉しいんですよね。はい。キャンプ道具はね、なんかこういう嬉しさがありますよね。何なんでしょうね、この独特の嬉しさ。なんかよくわかりませんけどね。キャンプ用品じゃないと、こんな嬉しさってあんまりないような気がするんですけど、それは私がキャンプが好きだからなのか、まあ、キャンプ用品独特のロマンとか、そういう何かがあるのか、まあよくわかりません。これね、フィアハンドのランタンは、よく、
芯がついてなかったっていうね、話とか聞くんですけど、これはね、普通についてますね。だから別途自分で準備する必要はどうもなさそうですね。私がね、フィアハンド好きなのはね、ここです。まあ、これ個人的なことなんでね、スキップしていただいたらいいんですけど、私はこれが好きなんですよね。このオイルタンクの蓋にまで、このね、エンボスでね、模様をつけてると。私はこれが好きなんです。はい。まあ、どうでもいいですね。デーツ派の人とね、フィアランタン派の人とね、分かれる気がしますが、もう私は完全にこれ。と、あとはここですね。このガラスに印字されたフィアハンド、メイドインジャーマニーというね、この文字が好きだなっていう人も結構いますよね。まあこのあたりがね、好きな人にとってはね、お気に入りポイントじゃないかなと思います。まあなんせね、このドイツ製らしいね、この緻密な作りというか、なんと言うんですかね、ドイツ製品独特のね、味わいっていうのはありますよね。はい。276、ウェストジャーマニー。ウェストもイーストも今ないけどね。はい。で、フュアーハンド。フュアーハンド。これ、ハンドって手ですよね。フュアーって何？フューエルのこと？燃料？手に燃料？あ、手の上で燃料が燃えてる？熱いじゃん。よくわかんないけどね。はい。まあ、そういうことですよね。かっこいいですね。スターコーポレーション。日本正規入代理店株式会社スター商事となってます。いいですね。まあ、デーツとね、フィアハンド。定番のね、ランタンなんで、ランタン好きな方ならね、大抵少なくともどっちかは持ってるだろうなという気がします。私はフィアハンド派ですね。ちなみに箱の中にはこういうユーザーマニュアルが入ってましたね。まあ、取扱帳の注意点、使用方法といったことが書かれてありますのでね。はい。初めて使う場合にはね、こういうものをしっかり読んで、間違いのないようにしていただくことで、このウィックと呼ばれるね、面のね、火をつける部分が、炎がね、偏った形に燃えちゃったとかね、いうことがないんじゃないかな、というふうに思いますね。はい。まあ、初めての場合はね、読んでから使っていただいたらいいかなと思います。で、この袋にぴったりと入るはずということで、ちょっと入れてみますね。これを下に下ろしてからね、入れるということで、はい。綺麗に収まりました。1回、2回ぐらい折れるのかな。で、パチンと閉まるはずですね。はい。閉じることができました。まあ、ということでね、こんな風な感じで持ち歩けますのでね、とてもいいんではないかなというふうに思います。まあ、この分厚いね、コットンのね、ケースに入れることによって、まあ、多少はね、内部を保護するっていう機能もありますのでね。やっぱこういうのがあるとね、雰囲気もいいですけど、持ち運ぶときには合理的なんじゃないかなというふうに思います。この収納ケースとね、ランタンだけを考えても、実質2000円で購入できるっていうのは相当得じゃないですかね。やっぱりこのふるさと納税の仕組みを知ってるか知ってないかっていうのは、まあ結構大きいんじゃないかなというふうな気はします。
先日購入したこの幕開けのねランタンウォーマーが、ぴったりはまるわけですよね。あれ？そうか、そうなんだ。そうなんだ。ちょっとこれ想定外でした。フィアハンドぴったり来るのかと思ってたしね、そういう風に書いてたように思ったんですけど、なんかそんなことないですね。これやっぱり不安定な感じしますね。ということはこのプレートを使ってやっぱり止めた方が良さそうです。こういうね感じで、どっちでもいいんですけどね、固定さえしてくれればね、料理するのに固定できればいいので、はい、プレートを使うことによってしっかりと固定できました。ランタンウォーマーを使うと30分ほどで60度ぐらいのお湯が沸いて、そのままずーっと保温されます。猿は紅茶を入れて秋の夜長を楽しみました。今回もご視聴いただきありがとうございました。この動画いいなと思った方、参考になった方は高評価ボタンをお願いします。チャンネル登録の方もよろしかったらお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。